ホルカー・シュレンドルフはドイツの映画監督、脚本家。1960年代後半から1980年代前半まで巻き起こったドイツの映画運動ニュージャーマンシネマの代表的な監督の一人である。1939年3月31日、ビースバーデンで生まれた。1956年に一家でフランスに移住。パリで経済学と政治学を学んだ後、 高等映画学院に入学した。その後、ルイマルやジャンピエール・メルビル、アラン・レネの下で助監督を務めた。1960年、短編、ウェン・クーマート・エスで映画監督としてデビュー。1963年には、中編ドキュメンタリー、メイ・リテロネをジャン・ダニエル・ポレと共同で監督した。1966年、初の長編、テルレスの青春を発表。 第19回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。1971年、自身の作品に女優として出演していたマルガレーテ・フォントロッタと結婚。1973年にはプロダクションカンパニー、バイスコップフィルムを設立。1975年、ハインリヒベルの小説を映画化したカタリーナ・ブルームの失われた名誉を フォントロッタと共同で監督。1979年、ギュンターグラスの同名小説を映画化したブリキの大公を発表。第32回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し、翌1980年の第52回アカデミー賞ではアカデミー外国語映画賞を受賞した。1980年代からはフランスやアメリカでも映画制作を行い、 マルセル・プルースト原作のツワンの恋やアーサー・アミラー原作のセールスマンの死、マーガレット・アトウッド原作の次女の物語などの文芸作品を発表した。近年は魔王やここのカメヒトラーに捧げる祈り、シャットオブリアンからの手紙、パリを永遠になど、主に第二次世界大戦に関連した作品を制作している。ありがとうございます。